こんな端っこでいいんですか？あ、全然大丈夫です。どこでも、はい、真ん中とか行きますか？いやいや、全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。今、早稲田大学レスリング部に来させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと今日は練習させていただくということで、はい、がっつりやらせていただこうかなと思ってます、はい、よろしくお願いします。こんにちは。いいですか？結構多いですよ。あ、本当ですか？はい、僕の同級生が、はい、僕今年卒業したばっかなんですけど、はい、あのシール、ステッカー、携帯の裏側にずっと入れてます。僕のことをじゃあもう見てくれてる方なんですね。はい、はい、応援してます。本当に面白くて、はい、いやいや、ちっちゃかったな。すいません、あの、すいません、ほんとすいません。あの、すいません、なんか、何ですかこれ？何？これは、あ、なんかこうロープです。こうやって立ってやるんですけど、はい、こう引いて、あー、すいません、はい、あの、そのちゃんと説明してくれなくて本当に、あの、ただのいい子ですね。あの、プレゼントを、はい、本当ですか？はい、もう、この、あの、まずこれ、帽子、はい、はい、すごい、いやいや、もう、おしゃれ、かわいいですよね。はい、ありがとうございます。持ってないだろうなと思って。持ってないです、はい、いいんですか？はい、全然嬉しい。はい、そうです。なんか、サトシみたい。いやいや、あの、ポケモンの、あとこれ、あの、東京オリンピックの靴下、はい、ありがとうございます。公式のやつなんで、ありがとうございます。あの、普通手に入れないんでね。あ、そうですよね、はい。で、これが、あの、ハンカチ。これ東京オリンピックのやつ。いや、嬉しいです。これ、いや、もう、はい、一生の宝物です。ありがとうございます。とんでもない、とんでもないです。私も、あの、あるんですよ、ちょっと。いや、大したもんじゃない、ちょっと持ってきます。めちゃくちゃ可愛いやろ。早稲田大学で、はい、あの、なんか染の屋さんとコラボしてる、はい、必勝羊羹っていうのがあって。必勝羊羹、はい、はい、もうよかったら食べてください。はい、あ、めっちゃ冷えてくじゃないですか。ありがとうございます。がちょっと、はい、結構きつめにこう、きつめ、あ、キュッて、あ、キュッて、あ、こういうことか。はい、そうです。これでこうして、はい、あ、こっちがこう、あ、そうですね、穴に、そう、こっちからこうでいい。はい、あ、ここも圧倒した方がいいかもしれないです、こっち側も。あ、ちょっとやってもらっていいですかね。やって、はい、いいですか。はい、え、この上も、あ、そうですね、ここ通した方が足首がしっかり、足首もしっかり、はい、いいんですか？はい、あれの枠、あ、名前書くんや。そうですね。あ、名前書いとこ。はい、お願いします。よろしくお願いします。すいません、今日一日よろしくお願いします。女子少な。あの、いるんですけど一人ドーピング、ドーピングしてるんですね。はい、違う、検査。ああ、そして5年か、まで、はい、どこかアップしてお願いします。なし、まあ、いつも多分柔道やってるような感じで、はい、わかりました、お願いします。もう、うおえぐ、大技みたい。じゃあ次、あ、いいですか。ああ、もう、うざい。中でやれ、お前ら。中で妥協する、妥協するな。おい、お前、おい、え、なんで遅れてきた？なんで遅れた？え？接骨の治療がない。接骨院ってお前それ午前中行けんだろ。授業がある。授業？
電話するから接骨院、はい、いいんか、はい、オッケーオッケー、じゃあ入れ練習よし、はい、あ、こっちやばいわ。あ、そうですか、はい、お願いします。じゃあ、すいません、すいません、お願いします。さあ、お願いします。え終わり、はい、今のでもう終わり最悪や。負けた割れて知らんかった。うわ最悪、もったいな。うわ待って、持ってきてんのかな須崎さん。確かにもう、うわちょっと待って、うわクソもったいないことした、やばい、えぐ。キャプテン休憩ですか。休憩です。はい、あいつ全然練習せんやん、あればっかやって。ずっとあれしてるもんな。何してんの？何が？今日は堂前川田さんが駆け来てくださってるのでスパーリングしていただきます。この後の二人に行くように。え、なんで遅れてんの？卒論。よし行こう。いい？はい、はい、お願いします。お願いします。さあ、
うわ、すごい。すげえ。ナイス。うわ、惜しい。ありがとうございます。あ、やべ、足動かして。来た来た来た。見ますよ。すごい、なんかこう優しかった。そし本気でやられたら本当、本気でやられたら多分やばい、何もできないですね。スパーリングした後に、はい、もうすぐ会ってトレーニングするんですよ。はいはい。であれめちゃくちゃ重いんですよ。しかも引くの、はい、段取り終わった後にすぐ引くようなもんだからね、柔道で言ったら、はい、え、これまだ引いてます。すみません、今日そちらの僕です。いや、とんでもない、とんでもない。次のラウンド、あ、次じゃあ、はい、お願いします。はい、あ、わかりました。彼は何キロ級なんですか？65ですね。65です。じゃあ僕とあんま変わんないってことですね。じゃあそれに勝てば、はい、日本一ってことですね、僕。そうです、もうそう、あの、言っていいと思います。あの、安楽さん、はい、安楽さんに勝てば、はい、もう日本一らしいんで、はい、次ちょっとやるんで、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと先ほど見といてもらっていいですか？わかりました。はい、応援しておきます。はい、お願いします。じゃあ本気で、本気で言っちゃってください。はいはい、ボールになっちゃう。何分ぶりに食べろ。はい、何分ぶりに食べろ。やばいやばい、あ、あ、あ、やすな。くさー、佐々木さんの目の前でタックル。わかりました。しゃー、行きましょう、行きましょう。しゃーだー、しゃー、返しましょう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 、しゃー。しゃー。あ、そうです。あ、そうです。いいやつ、いいやつやった。取れたから大丈夫です。全然大丈夫です。佐々木さんの前一回投げておきます。ありがとうございます。佐々木さん、すいません。はい、行きましょう。あ、あ、よかった。強かった、強かったっす、はい、確かに、はい、確かに強かったっすけど、はい、もう一回だけ投げて、ナイスタックでしたね、うん、でもなんか、でも僕も取られたんで、はい、まあ、試合になったらどうなるか分かんないですけど、はい、でも一回取った。あ、はい、いや、いいの、はい、はい、はい、あの、強いっす、やっぱり、うん、これチャンピオンになってるだけあるなっていうか、うん、これ何本で終わりなんですか？いや、もうみんなが大体満足してはけたら、え、そういうシステム、はい、大体いつも10本いくかいかないかすぎる、はい、多い時で14とかいくか。ちょ、待って、めっちゃかっこいいっすね、レスリングの練習。え、本数決まってないんですか？高校とか決まってるところ、もちろん決まってる所もあるんですけど、うちは大体もう早稲田特有の人数が他の大学の時少ないので、はいはいはい、やっぱりその分やりすぎても両方、まあ、マットに入れる人数が少ないんで。ああ、そういうことか。少ないんで、はい、回転が少ないじゃないですか。はいはいはい、なんでそんなに本数決めてやってしまうというか、無理にやっても怪我。なるほど。え、でもめっちゃ新しいですね。まあ、でも僕ら昔からだったら、僕が入学する時からそのシステム、スパーリングはそういう、かっこいいですね。かっこよくない？はい、東郷、はい、発表があります。今から佐々木さんと僕が試合します。佐々木さん、以外集合してください。
座って一回。あ、失礼します。皆さんにちょっと作戦を立てて、まあ立ててもらいたいなと思います。須崎さんの弱点を、教えてください。オリンピックルールでやるんで、はい、はい、3分の2セットってことですよね。はい、投げ技があんまり受けが強くない。そうです。へえ。足かけパーンやる。足かけて倒せば、あの柔道技出せば。なるほどなるほど。ちょっと女性目線で、あ、お名前ちょっと聞いていいですか。あ、児玉です。児玉さん、はい、足触られたらもう、はい、切れないんで、足だけ触られないように、はい、足を絶対触らせない。絶対触らせない。ああ、なるほど。もう触らせないように、もうだから常にもうこういうあ、こういうことをしとけば、はい、あ、なるほど。足を触らせないで柔道技を多用する、はい、他なんかある人いますかね、はい、そんなにないんだ、じゃあ。もうそれだけ。本当は何もないです。本当は弱点ないです。ないんだ。もうオリンピックの試合見せた。見ました、はい、分かるじゃないですか。あれ1点も取れてないもんね、誰も、はいはい、プライベートの弱点とかもいいんです。甘いもの苦手です。甘いもの苦手、はい、多分ゆい甘いの大好き。大好きなの、はい、スイーツ大好きなんで。じゃちょっとこうモンブランとか言いながらお願いしたいな。僕の陣地で全員僕の応援してください。わかりました。柔道が強かったので、はい、その投げ技とかは気をつけながら、はいはいはい、まあ、自分の強みを出して勝ちたいなと思います。はい、部員も仲間にしてたので、はい、そこはちょっと強敵だなって思います。はい、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。
本当優しいですね。いやいやいや、せっかくいただいたので、はい。すいません、そんな、あの、オリンピック出てるのに、オリンピックの帽子をプレゼントさせて。逆に、持ってなかったのですごい嬉しいです。あの、一回カメラ止めた。はい。止めた？はい。あ、ほんま、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ちょっと好きです。いや、あの、楽しかったですね。はい。でもなんか、結構本当に、うん、あの、なんか、打ち込みした時とかは、はい、なんだろう、ちょっとあのもう切れてるんでちょっと、はい、はい、あのなんか打ち込みした時とかなんかあれだ、なんかもうカメラ止まってるんだ、あ、はい、あれだったけど、やっぱなんか主演の時は本当強かったんで、ちょっとあの、あ、さすがだなって思いました。あー、やっぱその、はい、結構強かったですか？あ、もう結構、はい、好きです。強かったです、はい。で、なんかあの安楽さんってやった時とかでも、はいはいはい、なんかあの結構あのいいタックルも入ってたんで、うん、すごいなって思って、レスリングけど本当になんか僕は、まあ、柔道時代から僕足取るのとか結構、はい、あの得意で、はい、あのレスリング結構好きで、はい、あの普段から見たりしてるんですけど、佐々木さんのこと好きです、はい、あ